オリビエ・ジュレース・エンチャムは、フランスとカメルーンのサッカー選手。ポジションは MF。2012年に、プロ契約を断りルアーブル AC の下部組織から、マンチェスターシティ EDS に100万ユーロで移籍。2015年7月に5年契約を締結、セリエ A のジェノア CFC に、買取オプション付きで2年の期限付き移籍。8月23日に、プロ初出場。 2016年8月21日にプロ初得点。2017年7月12日に移籍金450万ポンド4年契約でセルティック FC に移籍、8月11日に移籍後発得点を記録した。2021年2月1日、オリンピックマルセイユは2020の21年シーズン終了までのレンタル移籍を発表した。しかし、 マルセイユ監督であるアンドレビラス・ボアスはエンチャムの獲得は望んでおらずむしろ獲得にはっきりとノーといった選手であるにもかかわらずフロント指導での遺跡を記者会見で批判し辞任を表明する事態となったフランスでカメルーン人の両親のもとに生まれた年代別代表では一貫してフランス代表として出場しているありがとうございます